Q ちゃんは、1965年11月4日から1968年10月26日まで、日本テレビ系列局で放送されていた、日本テレビ制作のバラエティ番組である、全151回、坂本 Q がメインを務めていた公開番組。収録は、日本青年館、大手町山系ホール、渋谷公会堂などの首都圏各地にある公会堂で行われていた。 公開堂を使った公開番組としては日本初である。当初は木曜21時枠で放送されていたが、それから半年後に土曜19時30分枠へ移動。同時に天福トリオがレギュラーに加わった。番組冒頭で観客がキュチャーンと叫ぶと坂本が、あ、結構だね、との言葉を返す演出が確立してからは、 番組各界のサブタイトルの文末にも、結構だねの語が付され、このフレーズを全面に出した、楽曲、結構だね音度もリリースされた。いずれも日本標準時。当初は、白金回路株式会社、龍角ん、第一工業製薬の三社提供で放送されて、いたが、土曜日の放送になってからは、味の素の一社提供で放送されていた。なお、 味の素一社提供時代には味の素 KK ミュージックレストランという冠無サブタイトルがついていた。この番組の VTR はほとんどの回が現存せず、後に伊藤志郎が TBS の TB ジェネレーションにゲスト出演した際、柏木幸子が所持していたキネコ版が同番組内で放送された。放送したのは榎本健一がゲスト出演した第82回。 笑って暮らそう。結構だね。で、味の素のテロップを使った CM 番組冒頭のキューちゃーん。あ、結構だね。もう放送された。1967年公開の日活映画君は恋人には主演俳優の浜田光雄が本番組のゲストとして登場する場面がある。ただし、この場面がテレビ放送時の映像を流用したものなのか。 映画のために撮影したものなのかは不明である。ありがとうございます。